専門学校みたいな感じはあるんですけど、やっぱりみんな社会人になって美容師としてこう入ってきてるので、専門学校よりは気を引き締めて学んでる感じはありました。アカデミーだと同期全員でみんなで一緒に学んでたので、多分それぞれでレッスンするよりは切磋琢磨してできてたかなって思います。進みが早いっていうのがあります。ただ進んでるだけじゃ意味ないんですけど、無駄がないっていうか、他のサロン聞くとリタッチモデルから根元1センチカラーとか、それでモデル呼んでるのとかなんかもったいないなって思ったり、まあ、基礎は大事なんですけど、基礎をアカデミーで1日こうかけてやってきてるので、アカデミーがあって無駄が一番なくなったかなって思います。いろいろ同時進行していくんですけど、ボブカット、レイヤーカット、ショートカット、あとはもうカラートフはもうみんな手慣れたもんでやって、あとハイライトとバレイヤージュもやりましたし、縮毛矯正も一応全部合格をもらってからサロンに出るみたいな感じだったので、もう初日から私はお客様のハイライト入れさせてもらったりとか、そんな感じで店舗に出てスタイリスト見てもらうと、もうちょっとこうだよとかも全然あるんですけど、店舗出てから一から教えていくってなると相当時間がかかるので、こうお客様にもうモデルで呼んでやっていいよって言われるぐらいの技術は持ってるかなって思います。アルバム自体もそうなんですけど、やっぱアカデミーって言ってお金をもらって学ばさせてもらってサロンワークもできてっていう環境は多分あんまりないと思うので、本当に1期生として入ってやってよかったなっていうか、ありがたい環境だったなって、アカデミー終わってもう心に 毎日思います。 朝10時から、昼の2時まで、お昼休憩1時間を挟んで、午後3時から夜の8時まで、1日だいたい7時間から8時間をめどに練習してもらってます。最初の方は、シャンプー、ドライブロー、カラー全般と、ブリーチ、ハイライトとかハイライトグラデーション、あとは、縮毛矯正、パーマで、カットのスタイルもレイヤーカットとボブ、ショートと、メンズカットを基本的にマニュアル通り教えてるんですけども、それ以外の、アルバムに多いオーダーのスタイルやトレンドとなるスタイルを主に切ってもらってます。1日7時間8時間、同期と一緒に練習に集中できる環境と、あとは基本的にずっと、スタイリストが見ているので、練習にすごい取り組めるという環境ですかね。教育に関してのこだわりは、ただマニュアル通り教えるのではなくて、お客様が、その技術をされてて不快に思わないかとか、美容師としての、マインドを一番大切に教えてます。一番はやっぱり人としてっていうところを、挨拶ができるかだったり、美容師としてのマインドですね、そこがちゃんとできてるかっていうところを学んでほしいなと思います。材料に関しては、店舗で同じものを使えるということと、ドライヤーも、ダイソン使えたり、基本的に全て店舗で使っているものを使えるので、そういう環境がすごい現場とリアルかなと思いますね。僕もアルバムに入る時の決め手になったんですけど、すごい美容師がいっぱいいるっていうことですね。ノブさんだったり、夏美さん、鬼怒川さん、伊藤さんをはじめ、いろんな有名店サロンの出身の方がいるので、例えば自分がショートを打ち出したい、自分がメンズを打ち出したいっていう時に、それが得意なスタッフがいるので、どのジャンルを打ち出すにも教えてくれるっていう、スタッフがいるっていうことですね。あとは、毎月、アルバムとしてスタイルコンペという、フォトコンがあるので、アシスタントもスタイリストも関係なくこう一緒のものを競い合えるっていうのがすごいいい環境だなと思います。